こんにちは、速解塾の久保です。今回ちょっとね、介護のことについてお話ししようかと思います。私も介護士13年やってまして、思うところが結構あってですね、まあ乱暴な言い方すると、私がやっていた頃と今の介護現場は何も進んでないと言わざるを得ないかなと思います。もちろん細かいところでは改善されたりしているところもありますよ。例えばテクノロジーの導入によって作業は効率化されました。ただ残念ながら、効率化された分非効率を持ち込む人がいるのもまた事実なんですよ。ですんでね、今回はいろんなことを話したいんですけども、介護のクレームについてちょっとテーマをね、絞ってお話しようかと思います。まあもともとクレームっていうのはどういうことかっていうと、ちょっとメモを読ませていただくと、期待した水準のサービスが得られなかった時に、金銭とか機能、サービス、品質など実質的な保証を求めることがクレームってなってます。ですんで、利用者さんの期待があったんですよね。それに応えられればクレームにはならないんですけども、そうならなかった場合、いろんな条件があります。不可抗力なこともあれば、単なる職員の力量不足、いろんなことがありますけども、とにかく利用者さんがこれはないよねっていうふうに感じれば、それはクレームになります。でもクレームっていうのは、いわゆるね、要求っていうふうに訳せるんですよ。ですからこうしてくれたらいいのになっていうのがクレームなんですよ。苦情とは違うんですよね。苦情っていうのは、これまたね、別の解釈がありまして、苦情の解釈をちょっとメモを読みながら読ませさせていただきます。サービスを受けることより、サービスを受けることにより満たされると期待していた、大切にしてもらっていると感じる愛情や気持ちや考えを尊重してもらえると期待していた、尊厳欲求など心理的な欲求が満たされなかった時に、どうしてくれるんだっていうふうに発生するものですね。ですので、これは利用者さんが高いレベルで自分を扱ってくれるっていうふうな信頼関係が職員さんとあったはずなのに、あれ今回どうしちゃったのっていう時に苦情になるんですよね。だからこれはね、クレームよりも立ちが悪かったりします。なまじい関係がよく作られていたばかりに、裏切られた感があるんですよね。それぞれによって対処方法が変わりますけども、大きく言ってですね、こういったクレームにはどんな種類があるのか、そして何に元になった苦情となって、私たちの現実に迫ってくるのかってことを軽く分類していこうと思います。これもちょっとメモを取ってますので、そちらをね、読みながらお話ししたいと思います。まずですね、クレームっていうのは大きく4つに分類されるってことなんですよ。1つ目が、機能とか品質が足りないサービスレベルの問題です。で、2つ目、費用が高すぎる、これは相対的に高いってことです。受けたサービスレベルよりも払ったお金の方がちょっとね、ぼったくられたような気がする。だから仮にですよ、逆に払ったお金よりもたくさんのいいことをしてもらったと思ったら、それはね、満足につながるんですよ。ただしこの満足にはすごくね、反作用があります。というのが、次もそのレベルでやってくれるだろう、次もこの金額でこのぐらいのことをやってくれるだろうというね、期待を抱かせてしまうんで、次のサービスがかなりレベルが高くないと不満につながるんですよね。以前はこうやってくれたのにっていうのがよく出ますよね。だから払ってくれた費用よりもサービスレベルを高く提供した場合は、今回は特別なんで普段はここまでできないんですよっていうふうに含ませることが大事になってきます。3つ目、大切に優先的に扱ってほしい、これができなかった時にクレームになってくるってことなんですよね。はい、4つ目、損害を受けたから賠償してほしい、これはもうどうしようもないですね。これは職場のミス、ヒューマンエラーによるものがあります。例えばこうやってね、運んでる途中にちょっとぶつけてしまったとかね、車椅子に乗せようと思ったらちょっとお尻グギッといっちゃったとかね、まあ、いろんなことが考えられます。まあ、利用者さんのものを汚してしまった、壊してしまったってことも考えられるかもしれません。これに対してはもうね、平誤りで、要求に応えていくしかないと思います。で、次です。クレームや苦情のきっかけとなる事案にはどんなものがあるかってことです。つまり、これが分かれば、クレーム苦情を避けることができるってことなんですよね。4つ紹介したいと思います。1つは、お相手が理解できていなかった、説明が不足していたということなので、説明を尽くして、OK をもらうことを全ての前提にするってことですよね。だから声かけが大事って言いますよね。何々しましょうかっていうふうな声かけをして、そうだねという言葉を引き出すこと、合意を得ること、共感を得ることなんですよね。2つ目、相手が誤解していた、誤解のないようにきちんとした言葉を使うことですよね。そして確認のために別の言葉を使って確認すること、これが肝心になってきます。でもちょっとね、苦手な人っていうのは同じ言葉で確認するんですよね。向こうの部屋に行きましょうか。で、もう一回、向こうの部屋に行きましょうかって言いますよね。この部屋を出ましょうか、向こうの部屋に行きましょうかっていうふうに、別のアプローチだったらどうですか。同じ意味なのに別の言葉を使うんですよ。より伝わりやすくて誤解が少ないですよね。3つ目、意図的にトラブルに発展させた。
これはなかなか考えにくいと思うんですけども、中にはね、根性の曲がったヘルパーもいるんですよ。これは単に指導不足、ね、だからきちんとミーティングなりブリーフィングで職員さんに会社の方針とかね、利用者さんの心理状態を伝えていくことが大事になってきます。加えて朝礼をすることをお勧めします。朝礼をして職員さん一人一人に当番制で、今日はあなたが1分で何か話してください、今日はあなたが1分で何かを話してくださいっていうふうに1分化スピーチを義務化されることによって、宣言したことをやろうかなって気持ちにさせるんですよ。でスピーチがあるなと思ったら人の話もよく聞くようになるんですよ、参考にするために。そしてスピーチがあるなと思ったら自分も話す内容を考えるようになるんで、脳が鍛えられてコミュニケーションが豊かになっていくんですよね。これが利用者さんへのサービス向上につながりますんで、忙しい中だと思いますけども、ほとんどのサービスレベルが高くなっている現場では、飲食店だろうが営業職だろうがこれやってますからね、当たり前のこととしてやっていただきたいと思います。要するに職場の環境が悪い、職場の業務レベルが上がらない、文化レベルが上がらないっていうのは、文化レベルの高いところの真似をしてないってことなんですよ。いや、うちはそこまでの余裕がないからっていうと、余裕がないままそのまま行っちゃいますからね。余裕ってのは半分無理やり作るものですから、だからスピーチがあるなと思ったら、みんなでね、自主的に5分早く来ようかなっていうふうにもなるわけですよ。まあそういうふうに工夫していくことが大事かなと思います。全ては利用者さんのためであり、利用者さんの満足度が高ければそこに投入される予算も大きくなりますからね。はい、4つ目、事故や不可抗力。これも仕事をすればいろんな環境で起きることだと思います。だから二重三重にチェック体制を取っておかなければなりませんが、どうしてもそれでも起きてしまうのはトラブルです。その時にはやっぱり苦情はしっかりと受け取ってね、改善策をはっきりさすことじゃないかなと。あとはね、起きたことをね、隠蔽しないことです。隠さないことです、ね、小中学校じゃないんですから、隠蔽はやっぱり介護現場では極力なくしていく。そのためにね、やっぱり事業が継続難しくなった、それはもうしょうがないじゃないですか。そんなことをごまかしてまでね、金稼ぎするもんじゃないんですよ。まあ金稼ぎっていうと非常に失礼に当たるかもしれませんけども、現実そうですからね。給料がもらえなかったら誰が働くんですか。利益が残らないんだったら誰が経営するんですか。そういうところに誰がね、儲かってない事業所に誰が預けたいと思いますかってことですよ。要は潤沢な資金があって、余剰資金があって、経常利益が生まれてるからこそ、いろんな保証が受けれるなとか、万が一の時にもちゃんと恩返ししてくれるなってことで、利用者さんは安心してお預けすると思いますからね、やっぱりこう金銭的にもシビアになっていくことが大事だと思います。ビジネスですからね。ビジネスの中で介護をやってるわけであって、介護にビジネスを後付けしてるわけではありませんから。そんな感じですかね。今日は以上でございます。まあいろいろと言い過ぎたところもありますけども、皆さんのお考えも聞かせていただければ幸いでございます。このシリーズまた続けていきますので、ご期待ください。それではいってらっしゃい。